ミミズ。ちょっと待って、持ち物がちょっといっぱいになってる気がするな。そろそろ、あ、やっぱりちょっとミミズなんかは新選組に入るにあたって全く不要なもんだからな。ちょっと預けていこうか。まずナームーだな。ナームーをしてな、しっかり新選組に入れますようにと。そして倉庫に物を預けるぞ。よーし、いいぞ。これでじゃあ早速新選組に行ってみます。ターナムーン、ようやくこの門も解放できた。今後は自由に通行できるぞ。おお、どれ、早速何があるんだ。なんか立ち話してる。洛外の浪人、おい知ってるか。洛内の北に銀竜と名乗る剣豪がいるらしいんだが。ん、銀竜？聞いたことねえな。どうやらそいつの操る剣筋は見たもの全てを魅了できるほど美しいらしい。おお、そいつは一度拝見したいものだな。銀竜、竜でいいんですよねこれね、うん、という名の剣豪か。洛内に行ったら探してみるか。地引き楽ないか、うん、じゃあ別にいいや。中はこうなってたのか。そこのあんた、なあ、金持ってるんやろ。なあ、なんかくれや。ええやろ。なんかここもムクロ街のような感じだな。そういうわけではないのか。あ、いかにもな感じの男がいるが、なんだこいつは。ん、へなんだこいつ。極まった。やぶのち、まあしょうがないな。あれは道の道端にいたんだから。いくら面白くないと言われようが安全策をさせてもらう、ね、つまらない戦い方だなと言われようがな。取れないよこれ。あんたこのトライアングル状態になっちゃってて、ちょっとそのそれを取らせて、よし取った。デスク使えよ。まあいい。何かないか。うん、なんだここは。関係ねえか。クワが落ちてるな。やべ、ここで一時戦ってらんない。ここは一気に幕に限る。見逃してやる。よし、あ、無意義な戦いはしないことだ。なんかゴロゴロいるな、こういう連中が。なんかあ、こっちは酒。その前にこれは入ってないか。怪しい飲み屋。いや酒はいいや今はな。随分飲んでる連中が多いが、不気味な飲み屋。なんかこんなもんかだな。ちょっとどんなもんがあるか見てみようか。すいません、すいません、なんか注文してくれへんか。芋酒、酒にすりおろした山芋を入れたものや。酒にすりおろした山芋、滋養にいいとか病に効くとか
とりあえず注文してもらえんやろか。合わせ酒、ちょっとね、何の酒ってわけやないんですが、とりあえず酔えると思うんで注文してくれへんやろか。注文してくれへんやろかがこれ決まり文句何かの煮込み、何にいたかちょっと覚えてないんやけど、結構うまいもんやと思うで、注文してや。まあでも体力がなたっぷりあるから今はいい。なんだここは、今日なんだろうこれ、鶏ですよね、要するにね、戦うとこ、今日経営なのかなこれ。全国から鍛え抜かれた鶏たちが集まって、どの鶏が一番早いかを勝負してる。いやー毎回本当に熱い試合を見せてくれるぜ。あんたもよかったら見ていった方がいい。まあ昔の競馬みたいな、ちょ、俺が一番得意とするところじゃないかこれは。ちょっとこれは立ち寄るべきだな。旦那、ここは初めてかいな。競競場と競でいいんですよね、本当ね、何回も言って、もし間違ったらすいません。鶏を競争させとるんよ。木札をかけて着順を当てる博打場や。うん、面白いで、やっていくやろ。やる、うん、やってみよう。さすが旦那、話わかるやんけ。楽しんでいって、いってや。118秒、木札で馬券を、取り券購入、競争開始、競争予定を見る。競争予定ってなんだろう。現在開催中、中距離。これどうやって、なんかどれがいいって、中距離だろ。ということは私ね、競馬をしてますから、この辺はね、私のパドックを見るような感覚でね、ちょっと行きますから、よーし、よーし、決めたぞー。か、こうたるわ、こうたるわ。そうだなー、あ、そうくるか。ちょっと何がそうくるかなのかちょっとわかんないと思いますけど、私はなー、1番、3番、5番が怪しいと睨んだなー。1、3、あれ、これどうやって選ぶの。これ馬取り連ですよね。やばい、もう時間がないぞこれは。確定、やばい、135なんですけど、ちょっと買い方が分かりません。やばい、買い方がわからないな。俺は135だと思ったし、ちょっと中距離一般競争、まあもし当たったら、というかとりあえず買ってないんでね、1しか1の何かしか買ってなかったんで、ちょっと5番が出遅れちゃったか。親破壊神一歩先行、うん、悪は一斉に終点に流れ込んだ。1着妖怪だ、2着桃、135ビリ妖怪だ、そういうことか。トリレーンというのが24、あー
わかりました。今のでね、傾向が読めましたわ。次は長距離ね。よーし、ちょっと見ていきますから。これが重要なんですよ。まずこれでな、このパドックが重要なんだな。パドックしかもう情報がないからな。これ飛ばせんのか。ここは私は3、4と4、いや、まあ3番流しでいきたいな。もう木札を持ってないのか、私は。そもそも持ち点が0点だからな。まあちょっとこれでもし3番が来たりしたら、私の温泉の予感がします。目がいいということで、長距離一般競争。アクは体勢整いました。そうだ、寄付だというのを買ってないから、そもそもダメだった。これはかなり混戦だ。一気に出た。サーボ抜き。3番どうなんだ。3番どうなんだ。サーボ抜き。シャモ抜き。こっからまくるか。3番3まくるか。あ、遅れてきたな。遅れてきたな。やっぱり3が、ほら悪は一斉に終点に流れ込んだ。ほら、やっぱり3番がね、絡みましたね。やっぱりね、3で流そうと思ったんですけどね。ああ、これ当たってたな、簡単に。分かった。もうね、私はちょっと木札を、ちょっと待って、一回ちょっとね、木札を買いに行きたいな。ちょっと、木札を買わしてくれ。毎度、旦那。もちろんやってくんやろ。まあ、ちょっとなんかいろいろ、こういうのはな、知らない方が当たったりするもんだからな。よーし、じゃあ5000本買っちゃおうかな。よし、50点分売ってもらおうか。毎度、旦那、もちろんやってくんやろ。ああ、ちょっと、さすが旦那、今日も楽しんでいってや。よし、1レースだけちょっとやってみますよ。1レースだけね。ちょっと動画の時間がね、えらい長くなっちゃったんで。3番、4番、これはな、短距離だもんな。よし、決めた。これはもう硬いですわ。4号ですね。これはもうバッチリいけますよ。4号だぞ。4号だ。準備が整いました。1、スタートダッシュ。短距離だからな。よし、4が出た。4が出たぞ。4が出た。4。よし。あ、まあ私の、まあほぼ読み通りと言ってもいいな。415。どうですか皆さん。ちょっと私のちょっと
この競馬センスをちょっとね、こんなゲームですらやっぱり見る目っていうのは生かされるもんですね。まあちょっと損してるんですけどね、でもね、微妙に。ただ3着にちょっと来ましたから。見事的中しましたやん旦那。うん、なんとか当たられたな。最後の単勝がね引きました。さすがやな、綿の目に狂いはなかったわ。やはり旦那は勝負師としての才能があるわ。大げさだな。いやー、次も楽しみや。またぜひ遊びに来てや。というわけでね、ちょっと寄り道を ひどい読み寄り道をしてしまいましたがね、まあこれはね、まあちょっとつい勝負師としての血が熱くなってしまうイベントですよね。イベントというかね、これを何だ、あんたらもっと端寄りや、邪魔になってなってんで。何やってんの、なんか、あ、やばい、変なやつに絡まれそうなんで逃げまーす。いい加減ね、ちょっと話を、あ、ちょっと記録しましょうかね。もうちょっといい加減、ほんと時間が1時間を超えましたんで。あ、うちちゃやって、なんか言ってたな。あの、なんか可愛いとか言ってたね、あれじゃないですか。ちょっと気になるところだが、まあちょっとまあムービーもありましたし、イベントがあったんでね、今回はここらで終了したいと思います。ちょっとね、自分でも確認したいんですけど、多分画質は向上してると思います。もうちょっとね、今回は、まあ新選組に入隊するまで直前ということで、終了したいと思います。また次回、よろしくお願いします。ではさようなら。